宮城県気仙沼市の仮設住宅へ、我々オペレーションブレッシングはあるものの配布にやってきました。すでにこの避難所に暮らす方々が待ち望んで集まってきています。それはメガネ。1週間前に献願したメガネを皆さんにお配りする日だったのです。それでは、埼玉で作りましたメガネを今日持ってきましたので、ぜひ見てください。震災の被害によって多くの方々が失ったものの中にメガネがありました。また長引いた避難所生活や慣れない仮設住宅での暮らしにより視力が落ちたという方も少なくありません。そういった方々にメガネを配布しているのです。そのお手伝いを埼玉でメガネ店を経営している西村さんにお願いしています。いや、被災地初めて塩ヶ谷に第一歩踏み込んだ時にはなんだというような気持ちでしかなかったです。あとはどうしたらいいんだろうと、で僕の力がどんだけのものができるのかなと、メガネということについてどんだけのことが影響するんだろうなということを思いましたね。オペレーションブレッシングがメガネの配布を始めたのは震災から2週間が経った3月の終わり。避難所生活を強いられている方々のところへ出向かい、献願するアイクリニックを開催しています。仙台を中心に宮城県はもとよりお隣の岩手県まで、2011年12月までに34カ所の避難所、仮設住宅などの施設へとお伺いしてきました。この間、献願していただいた方2500人以上、すでにお配りしたメガネの数は3200個に及びます。そしてそのほとんどを西村さんが一人で献願し、メガネを作り続けてきたのです。大まかにオートレフという機械で目の検査をするんですけど、それにある程度自分の頭の中でやっぱり経験値ですよね、それをどれぐらい足していけば、足したり引いたりすれば見えるかっていうのはあくまでも私の経験値の中で、それで1日100人ぐらいやらないといけないということになると、もうスピードを要するんで、スピードプラス正確さ、ポイントをきちっと掴んでやってることで正確なメガネができてると思ってます。数多くの人によりよくお配りすることが賢明だと思ってます。全然違うでしょ、はい、手主は手つるつるしてやと思ったそうです、大発見です。埼玉県新座市にお店を構える西村さん、アイクリニックを開催するときは店をお休みにして被災地へ向かいます。また普段から地域の老人福祉施設へボランティアでメガネの調整に出向かうなどの活動もしていらっしゃいます。今回被災地の方に数多くのメガネの製作を行うためにレンズ加工機を新たに買い増しました。またフレームを卸している問屋さんの協力もいただき、豊富なデザインのフレームから選んでいただけるよう心がけているといいます。最初はただメガネを送ればいいという気持ちで、作って送ればいいという気持ちでやってたんですけど、届けるということがいかに大事なことかなと、その人その人の気持ち、その人のその人の感情、いろんなものを思うと、一人一人に確実に手渡していくことが一番の応援になるんじゃないかなと思って、たかがメガネ、されどメガネなんですよね。でメガネを一つ渡すことによって皆さんの顔が、笑顔が見れるんですよ。その笑顔に対して僕はすごく感激しました。一人一人の笑顔がまた一人一人違うんですね。そこに涙があり、笑いがあり、感情、いろんな表現をされることについて非常に感激しました。それと被災地の方が決して下を向くことなく
頑張ろうという気持ちが人一つ伝わってきたことを覚えてます。うわー、見えます。明るくなったわ。震災で失ったものの中ではメガネはとても小さなものかもしれません。でもこのメガネでこの先にある光を捉えていただく小さな手助けになればと思っています。そのお手伝いをオペレーションブレッシングは続けてまいります。